サムラジクのことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来ました。梅雨入りしたんですかね。ちょっと曇りが多いですけど、雨は降ってないですけどね。はい。今日はですね、4冊目の、出版の、最終ゲラ、締め切りと、構成締め切りという日になっておりますね。まあ、昨日ね、送信して、今、戻しを待ちですけどね。まあ、それをまた直して、明日、出版社の方に行って、まあ、紙ベースの原稿を提出して完全脱稿という状況になっておりますね。まあ、いよいよね、4冊目が出るんですけどね。うん、そうですね。まあ、半年でね、4冊も書きましたけどね。うん、そういった、なんですかね、こう、うん、半年前ね、考えてみたらね、まさかね、自分が4冊もこう、書けとるっちゅう状況ね。うん、これはちょっと考えられなかったですけどね。うん、まあでも実現してですね、ちゃんとね。うん、書店の方にもね、本が今並んでますしね。うん、で、まあ、茨城県のね、僕が住んでる周辺はね、見本品つってね、今は、まあ、こちらの方を中心ですけどね、こちらね、三級のね、こちらの方を中心ですけど、これが見本つってね、こう、面に向かって並んでるわけですね。うん、そういったものをね、こう目の当たりにするとね、うん、まあ、本当にこう、うん、出版してよかったなというふうにね、思いますね。はい、ということでね、まあ、4冊目、いよいよ出ますけどね、まあ、今日ね、最後の日ですから、また最後まで気を抜かずにね、しっかりと構成作業やっていきたいと思います。はい、では以上です。